この。ここで。さっさと結果を聞きに来い。お使いに行ってた傭兵団が帰ってきました。二度はやらん。ノポン族がとある場所に運び込んでいたらしい。宿屋に戻り相談しよう。無事特定できたもん。スペルビアのアルスの胸部あたりの施設が怪しいんだよな。ええ、しばらく見張っているとノポン族がやってきてそこへ運び込んだらしいわね。ひとまずは炎の貴公子殿に報告せねばの。そうね、高級に行き警備兵に言えば取り継いでもらえるんでしたよね。異端審問会到着。来た。ああ、ここだったのね。もしもし。おや、あなた方は。実はね、メレフ特別執権官から連絡はいただいております。人工ブレードの手がかりをつかまれたので。ちょっとベコさん。はい。もうそうか、確かにその場所には30年前に廃棄された工場跡がある。じゃあビンゴってやつ行って確認してみないことにはわからんがな。行ってこようか。君たちが。無茶はしない。危なそうなら引き返すってのでどう？実のところすぐには軍を動かせない事情もある。頼めるか？もちろん。こちらでもある情報をつかんだ。今回の一件、ノポンの政商が絡んでいるという噂がある。ノポンの政商っていうと、バーン会長？今金の流れを洗っている最中だ。何か分かれば知らせよ。忙しそうだね。まあな、軍を動かせるようになったら私も後を追おう。分かった。ここか。通してもらえるかな。開け。え、もしもし。ちょっと、よっと。この下通ってけってことじゃないだろうな。もしかしてだけど。まさかよ。だ、え？なんじゃお前。帰り討ちだ。かあ、雲だ。じゃあ見つかったか。だ。4号棟エントランス。こちらから先ほどの閉まっていた扉の裏手側に着くって感じかな。あ、やっぱりそうだ。83レベルがなんかちらついてるけど。ここはとんでもない獣臭だ。廃工場。はあ。また会うたな、天の聖杯。あ、カメちゃん。おう、って誰がカメちゃんじゃ。ノリツッコミ、基本中の基本ですね。ワイの名はジーク・ビー・アルティメット・ゲンブ様や。ちゃんと覚えんかい、アホンダラ。長えよ、だいたいなんだよ、アルティメットって。この前は周りがよう見えへんかったから運悪く不覚を取ってもうだけど、今日は正真正銘硬い地面の上や。前のように逃げられる思ったら大間違いやで。逃げてないし。っていうかカメちゃん。なんじゃ。返事してもうてるし。前から気になってたんだけど、そのカメ柄の眼帯何？とこに気ぃついたな。これはやな、闇は築地屋を払う伝説の眼、覇王の心眼や。めちゃくちゃ強力やから滅多なことで解放せえへんのや。中華解放したら己ら一瞬で消えてまうで。なんだ、邪眼か。ちなみに左目のコンタクト買うお金がないから捨てるんとちゃうよ。買えよ両方。っていうかまさかの金眼。ところで本日はどのようなご用件で。アホか、天の聖杯に決まっとるやろ。あのね、
あんたたちの相手してやるほどこっちは暇じゃないんだ。さ、帰った帰った。なんや、わいらの気迫にビビってちびったんとちゃうんか、猫女。なんだと？誰がちびるかい、この亀頭。いや、亀頭ってのはちょっと。は？なんで？なんで？っていうか、なんで赤くなってるの、光？バカ！ちょっと待ってくれ、出た、出ちゃった。ちょ待って待って待って、見たかったエピソード見れちゃったよ、最終回だよ。ここでセイクリッドアロン、いっけー、いったー。なんや、前より強なったやないか。だがそれもここまでや。行くで、おりゃ、能力降臨、アルティメットライジングスラッシュかい。かーいってこの前と一緒じゃん。バカなんだろ。行くよ。なかなか壮観だも。24時間フル稼働で生産を続けてますも。むいむい、初期生産分のエーテルロ1000個はイーラに売りつけるも。ローデリヒ議員から出てますも。キクが盗み出した材料のコアチップの情報も議員からだったのでは。そんなの関係ないも、金を積んだ方が優先も。あのじいさんはしばらく待たしときゃいいも。そのうちインビディアと回線になれば焦ってさらに金積むも。さすがバーン会長、そこまで深くお考えとは、頭が下がりますもん。もう金儲けの基本も。廃工場、スペルビアの胸あたりにあるという廃棄された工場へ向かおう。依然目的継続。人か、やっと。樽もたくさんあるや。ここが情報にあった工場跡だな。この中に父ちゃんやキクがいるも、おそらくの。扉は諦せんけいけむぎむにゃ。ここはしっかりしてんだな。別の入り口を探すも、こんなところで立ち止まってる場合じゃないもん。ああそうだな、あそこの窓から入れるでしょうか。どこからか上がれるといいんだけど。周辺を徹底的に探すも、いや、こういう時は徹底的というのが文法として正しいだろう。いただき。ん？はしごの鍵っつうことだよ。休息をご検討ください。ここじゃないのか、これ。樽に紛れて樽の中にあったよ。ここからちょっと窓入ろう。後の野党がさ、ここ見つかるとちょっとなだれ込まれる可能性があるよ。見つけた。廃工場バルコニー。おめでとうございます。こっちから。どれどれ。採取しておいて。よっ。潜入するにはうってつけ。よっと。入った。この先か。
なんか不穏。換気扇、うん、頑張りますもん。集中力も使え。うん、いけそう。あ、久しぶりに出た力技。この先だ。スラボイ、おお、バン会長のところだね。廃棄された工場。こんなたくさんの人工ブレイドが。まさか本当に父ちゃんが。うん、一体何が目的なんじゃ。よからぬ目的がありそうじゃの。亀頭ショックから、ショックではないか、亀頭騒動から一夜。今回はこのターミネーター工場で、なんでしょうね、バーンさんの、でかいももちゃんのバーンさんの野望を止めなければならないかもしれない。ただね、これもうだいぶ物騒なのよ。下全部多分敵だから。でそこのお隣さんも敵だから。格子戸開かないよな。鍵とかをさ拾っていきたいわけなんだけど、わあ、先手を取られた。いつカイルリースとかが出てきてもおかしくない。これは鍵か。何が出るかなった。換気扇がある。よっと、うん、頑張りますもん。力技集中。うん、いけそう。黒いバハムト、うわあ、見つけた。中央換気ダクト。ん、あら、とてつお博士、いい加減指示を出せ。これ以上生産が遅れたら博士の命も保証できないぞ。神経サーキットの負荷を2割カットするも、その方が生産性は向上するも。最初から素直になれ。あの人、もしかして。ん？え？お前はドラなのかも。立てぞ父ちゃんかも。ドラ、父ちゃん、会いたかったもん。私もだもん。ドラ、よかったな。ありがとう。このお方々は？トラのお友達。あ、じゃなくてお友達も。そうか、こんなところまで。いい友人を持ったも。お、この人工ブレイドは花だも。キクの設計図を改良してトラが作ったも。おお、彼は素晴らしい。トラ、精進したもん。皆さん、積もるお話もあるでしょうが、今はまず脱出を。おお、そうじゃな。急げ、レックス。なあ、そうはいきませんもん。ムイムイさん。まさかあんた。おやおや、気づいてなかったんですかも。あなた方をここへ誘い込むため、わざと情報を流したんですも。そうでなければ、ここの場所が簡単にわかるわけありませんも。お前、許さないも。ご主人、マジで怒ってますも。ふっ。
その人工ブレイドを手に入れる機会を待ってましたも。さあやっておしまいですも。身構えているときは死神は来ないものだ。光さんが涙流すとはな。なんか良かったな。鳥では相手になりませんよ。バッシュ。なんという強さですも。いろいろ答えてもらうよ。あんたたちここで何をやってたんだい。商売ですも。エーテルロと人工ブレイドを量産して欲しがってる奴らに売りつけてたんですも。私は脅され量産に協力させられていたんだも。父ちゃん。その上今度は花を欲しがるとは欲をかいたもんじゃの。私には分かったんですも。そいつには先祖博士が残したエーテルロが組み込まれてますも。だからその通りも。あれは私にも再現できない父の最高傑作だも。でテートじゃ具合が悪いからってここにおびき出したってわけだ。はいですも。こいつは最初から人工ブレイドを狙う一味だったも。父の助手でありながら情報を紹介のあの男に売り研究所を襲わせたんだも。じゃあじいちゃんが殺されたのはこいつのせいなのかも。その通りも。紹介のあの男ってもしかしてあんたに命令してたのは。そう俺だも。全くお前は爪が甘々だも。せっかくおびき寄せることができたのに捕まえ損なうなんて。もう申し訳ありませんも。だが許してやるも。人工ブレイドだけでなく天の聖杯までやってきたんだから。もう先祖博士のエーテルロを手に入れてさらに完璧となった人工ブレイド量産で大儲け。さらにさらに天の聖杯を売り払って大儲け。これで柔らかキノコ食べ放題だも。会長、あんたこんなひどいことするやつだったなんて。お前こそいい仕事いろいろ回してやったのに恩知らずだも。で天の聖杯は誰に売り払うつもりなのさ。やっぱりイーラ。なんでイーラを知ってるも。ってよく見たらお前イーラのドライバーだも。なんでこんなところにいるも。エーテルの1000個なら外の船に積んでるも。えそっちの取引相手もイーラなの。よくわからないけどみんな黙らせてしまえばいいも。聞く、やってしまえも。任務了解、戦闘開始。トラ、あいつを破壊してくれも。ムイムイに改造されてもう私の言葉すら届かないも。父ちゃん、わかったも。行くも、ハナ。了解ですも、ご主人。おきく？いや、破壊することなんてできない。誰がちびるかい、この亀頭。